森山、4番レフト深江、背番号5対0、オリックスリードでゲームは7回の裏に入ります。マクレーン、ここでピッチャー変わりました。マエストリが2番手としてマウンドに上がっています。ご覧のようにカブスからアメリカの独立リーグ、そしてオーストラリアでもプレーをしまして、四国のアイランドリーグ香川からやってきましたマエストリです。最近ですよね、登録したのね。そうなんですよ、はい、ちょっと2軍でも、プレーしていました。育成枠の選手を戦力外通告などもしながら、ちょっと2軍の選手の入れ替えをオリックスは敢行いたしまして、このマエストリはシーズン途中に入ったピッチャーです。7月の9日に支配下登録されました。で、深江が守備につきました。4番レフト深江です。このマエストリーもちょっと注目して見ていきたいと思います。143キロのまっすぐから入ってきました。オリックスもリリーフ陣の入れ替えも 1,2 軍激しくなってはいます。吉野、勝木、この辺りがね、2軍に落ちてきまして、でミンチェと高宮が昨日1軍に登録されました。キサヌキがね、1軍でリリーフで登板したりと、本当にこう試行錯誤をしながら平野、岸田につないでいこうというオリックスです。フォアボール、146キロ出ましたが、野原将司が出ました。タイガース、先ほどの回に続いてノーアウト一塁。7番、甲斐に変わりまして、基本的には速いまっすぐで押していくようなタイプに見えますか？そうですね、スライダーとコンビネーションだと思うんですけどね、はい、まだその組み立てがわからないですね、はい、まだ見ながら、146キロのまっすぐが出てますんで、まっすぐの力はあるのかなっていう気はしますけど、細かいコントロールが、ないのかなという。基本外国人っていうのはボールを動かしますんでね、下位の打順でしたが、代打リンウェイツ、いい当たりです。フェンスまでボールが到達しました。一塁ランナーは三塁ストップ、打ったバッターリンも二塁へ行きました。ノーアウト二塁三塁、快音響かせました。鳴尾浜球場も沸きました。リンウェイツらしい、そうですね、ストレートには強いですからね、それはやっぱりね、こうやって仕留めるっていうところですよね、1球でね、はい、うん、野原優太、バッターが野原優太、タイガース代打構成です。リンウェイツの後は野原優也が起用されました。今シーズンは起爆剤として一軍でもプレーしました。いや、もう一軍の雰囲気が変わりましたよ、この野原のね、はい、プレーによってね、打ち上げた、サード後方ショートが回り込みます。山崎取ってワンアウト、狙っていたんでしょうが、結果はついてきませんでした、悪くても外野フライと引っ掛けて、バットをね、引っ張りに行ってしまうとゴロになりがちなんですよ、はい、なので、反対方向に行っていった方が外野フライっていう最低の仕事はできるという部分でね、初球をこうセンター方向からちょっと反対方向に打ちには行ったんですけど、体が先に反応してしまった分フライになってしまったんですね、内野フライね、はい、
ただそういうこの結果に終わりましたけど、彼のその練習に対する姿勢というかね、本当に率先してね、本当に先頭立ってやってますからね。自分のそのモチベーションというかね、これをやるんだっていうことが本当に見える選手の一人ですね。はい、小原優也もそしてこの俊介も一軍でどんどん見たいプレイヤーです。147キロ、オリックスは点差5点あるということもありまして、定位置での守備になっています。入りました。俊介は不服そうですが、ワンボールツーストライク。やっぱね、ピッチャーが一番そのブルペンで練習するとこっていうとアウトコース低めなんですよね、はい、なのでやっぱそこを打ちに行かないと、何度も言うようですけど、そこからのボールになると苦しくなりますんでね、はい。まあ、2ストライク目はちょっとこう高い遠いっていうのがあったかもしれないんですけど、ええ、まあ、初球のボールを打ちに行ってもいいのかなって気はしますね。際どいところ見送ります。近く持って俊介見送りました。見極めました。俊介フォアボールを選んでワンアウト満塁。1番ショート坂口、背番号122。そして途中から入っています坂口、打席に入ります。すぐに狙い定めてでいいんですかね。いや、まっすぐで行った方がいいですね、はい。初球狙っていきました。こうやってね、初球から振っていくっていうのは大事ですよ。はい、まあ、ちょっと遠かったボールだったかなって言ってもまだ打ち直しが効きますからね、ピッチャー返し通ります。ツーアウト、スリーアウトになりました。ノーアウト二塁三塁、さらには満塁まで攻め立てましたが、タイガース結局ホームベースが通